都道府県の最低賃金が10月1日から爆増するので、ランキング形式でざっと紹介します。第47位秋田県951円。さあ同率第46位、岩手、高知、宮崎、熊本、沖縄952円。こちらの都道府県たちはどこも900円を前回超えてなかったので、大幅に賃金がアップしております。さあ第41位、青森、鹿児島、長崎953円。第38位、大分県954円。第37位、福島、山形955円。さあ来ました第35位、佐賀、愛媛956円。特に愛媛は前回897円で、今回956円と全国で4番目に賃金がアップしております。さあ第33位、鳥取県957円。こちらも前回900円だったので大幅に上昇しており、人口が一番少ない都道府県なので人材確保を賃金アップで必死に集めようとしております。さあ第32位、島根県962円。さあ一気に上がりますよ。第31位、香川県970円。第30位、宮城県973円。第29位、山口県979円。さあ次が今回の一番のびっくりポイントですね。第28位、和歌山、徳島980円。なんと徳島は前回896円で全国45位だったわけですが、ほぼ100円近く賃金を上げてきており、なんと四国でぶっちぎりで賃金が高くなっております。第26位、岡山県982円。第25位、石川、福井984円。第23位、新潟、群馬985円。ちなみに東京都の2018年の最低賃金が985円でございます。第21位、奈良県986円。第20位、山梨県988円。ここで来ました第19位、福岡県992円。福岡市は特に人口が増えて人材確保もできているため、上げ幅は今回で最低ラインでございます。第18位、長野、富山県998円。さあこっから1000円超えです。第16位、岐阜県1001円。第15位、栃木県1004円。第14位、茨城県1005円。さあ第13位、北海道1010円。第12位、滋賀県1017円。第11位、広島県1020円。さあベスト10です。第10位、三重県1023円。第9位、静岡県1034円。さあこっから一気に上がってきます。第8位、兵庫県1054円。第7位、京都府1058円。第6位、千葉県1076円。来ました第5位、愛知県1077円。近畿、関東、関西がトップ10すべて占めております。第4位、埼玉県1078円。第3位、大阪府1114円。さあ第2位、神奈川県1162円。さあ第1位、東京都1163円でございました。いや2030年にはですね、日本の最低賃金の平均が1500円にするぞと岸田首相は言っておりましたが、それが実現することはできるんでしょうか。ごちそうさまでした。